将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。6日に指された将棋のタイトル戦ヒューリック杯第95期棋聖戦五番勝負の第1局は、藤井聡太棋聖が挑戦者の山崎隆之八段を破り、5連覇と自身初となる永世称号、永世棋聖の資格獲得へ向けて好発進した。将棋を題材にした小説、盤上のひまわりで知られる作家の柚木優子さんが観戦し、その模様を寄稿した。作家、柚木優子さんの観戦エッセイです。産経新聞の記事です。ご覧ください。藤井聡太棋聖と山崎隆之八段の対局を見守る作家の柚木優子さん。ヒューリック杯第95期棋聖戦の第1局が千葉県木更津市の竜宮城スパホテル三日月で行われた。挑戦者は15年ぶりのタイトル戦となる山崎隆之八段。迎え撃つは、今回防衛すれば史上最年少で永世称号を獲得する藤井聡太棋聖だ。前夜祭には将棋関係者や一般の将棋ファン合わせて200人以上が集まった。その場で両者は対局への意気込みを語られたが、私にはお二人ともリラックスしているように見えた。特に山崎八段は会場の笑いを取りながらも、自分が勝つことで他の棋士の希望になれると思う、との前向きな気持ちを感じさせるお話だった。しかし翌日の大盤解説場で山崎八段に関してはそうではなかったと知る。対局当日の大盤解説場には開始3時間も前から人が集まり長い列を作っていた。その中で長く山崎八段を応援している方から話を聞いたのだが、その方曰くいつもの山崎八段ではないとのことだった。前夜祭で表情が普段より硬かったし、対局の1手目の後に藤井棋聖を見た視線がとても鋭かったのだという。それを聞いて山崎八段のこのタイトル戦にかける熱意を改めて感じた。対局はその気持ちがそのまま現れるものになった。先手山崎八段の26歩を後手藤井棋聖が84歩と受けて相掛かりで戦いが進む。互いに慎重に駒を進め、ゆっくりとした穏やかな局面が続き、控え室のプロ棋士の方々も長い対局になると話していた。控え室に簡単の声が上がったのは44手目、藤井棋聖が35歩を指した時だ。互いに陣形整備ができ、これからどのような局面になっていくのか多くの者が注目している時、藤井棋聖が自分が守りを固めている側から攻めたのだ。控え室にいるプロ棋士の方々はこの手に驚き、まさかそこから攻めるのかといった声が上がった。山崎八段は大胆な将棋で相手を悩ませる術に長けている。藤井棋聖の攻めを受けて山崎流と呼ばれるその手を指していくが、藤井棋聖は惑わされずに冷静な指し回しで終盤に持っていく。戦いは藤井棋聖が有利なまま進み、その形勢を山崎八段が覆すことはなかった。対局後に山崎八段は粘るとの言葉を繰り返した。2局目はもっと粘り伸び伸びと指したいという。対局を見守っていた中村太地八段は山崎八段に対して、次は今回と同じ手は使えないし良さが出ていなかった、どのように指すのか楽しみですとおっしゃっていた。その言葉にその場にいらしたプロ棋士の方々がうなずいていた。小説や映画といった物語は先が見えないほど面白い。そのような意味ではプロ棋士ですら初手から先が読めない今回の棋聖戦は、ことさら多くの人がドキドキワクワクするのではないか。今回の観戦で印象的だったのはお二人の背中だ。藤井棋聖は行き帰りのバスの車中、一人で座り静かに窓から外を見ていた。その背中がなんとなく孤独で、たった一人で前人未到の大きな壁に挑んでいるように感じた。山崎八段は背中がとても熱く見えた。将棋だけでなく様々な辛さを乗り越えてきた心はきっと強い、何事も諦めない不屈の精神を持っているのだろう、そんな風に思わせるものだった。この対局を終えた時、きっとお二人ともそれぞれが抱えている目に見えない壁を乗り越えていらっしゃると思う。
その勇士に私たちは光勇気をもらう。この後もお二人の戦いを見守りたい。ゆずき、ゆうこ、昭和43年、岩手県生まれ、平成20年に、臨床心理で、このミステリーがすごい、大賞を受けてデビュー。賢治の本懐、で大藪春彦賞、孤狼の地、で日報推理作家協会賞、長編及び連作短編集部門をそれぞれ受賞。将棋を題材にした小説、盤上のひまわりは本屋大賞の第2位になった。他に、風に立つ、など著書多数。最後にお願いがあります。2024年も、藤井竜王名人の八冠継続とタイトル番勝負の連勝を期待し、また、一般棋戦のグランドスラムも期待しつつ、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て、忘れずにチャンネル登録とメンバー登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。